よかったら見てください。コメントもちゃんと読んでいくのでコメントもお願いします。じゃあよろしくお願いします。じゃあ作っていきたいと思うんですけど、だしから作るんで、なんかだしは今日お母さんに言われたんですけど、どんくらい入れるか分かんないけど、まあ、とりあえずお鍋に水を半分ぐらい入れます。なんか最近6期生で料理配信が流行ってるから、流行ってるらしいから作ります。で、水が多すぎると野菜が溢れちゃうらしいんで、半分ぐらいでいいそうです。多分そう、かす汁作る、かす汁作るよ。で、お湯を、ガスがちょっとそんなに良くなくて、今はで、はい、そうです。あのこれは冷蔵庫に貼ってる、これは別に見えてもいいチラシなので貼ってます。見えてらいけない、見えたらいけないです。カレンダーとかのやつは下に置いたので大丈夫です。これは福岡市のゴミ捨てのルールみたいなんで、引っ越してきたんでわからないんで、これをってます。お湯が沸けるまで待ってきます。具材はもう切ってあるので、まあ、1時間前ぐらいまで爆睡してました。アラームかけててよかったって感じ。朝にしてるとかいうやつか、そうオンラインクしかないけど、また始まったの。そうなの、オンラインクしかないこうやって嬉しかったね。ゆいちゃん分かったよ。福岡に来た人みんなゆりにごめんなさいしなきゃいけない。びっくりする。そう、びっくりする。だからそう、何曜日とかも全然曜日が違うんで、でこの色とかもちゃんと同じ、ちゃんと色に分けないといけないから、まあ大変ってことっすよ。 T シャツはもっと上にしてみせて。あ、自分の顔なんだけど、これしかないから着れる T シャツが。お話し会追加します、ありがとうね。申し込んでくれたり追加してくれた人、お見送り声かけられたかよかったね。気づいたよ、普通に最後言ってくれたから名前。マニニーこんばん、こんばんは。長々と配信することになっちゃうかもしれませんが、よかったらお付き合いください。パタドロ終わって入ってたし、グリーンガチャのパフォーマンスを踊るの全然近くで気づけた、見かったよ。走り人ランニングマさん、いや本当にすいません。そうスクランブルだったんですけど、全然もう皆ファンの方とか先輩方とか同期の方に、同期にめっちゃそう手を引っ張ってくれたりしたからよかったなって感じです。急遽ボード作ってありがとう。分かった、なんか急遽ボード作ってる方がたくさんいて嬉しいなと思って、よかったなと思います。あとゆいなとね一緒に出れたこと、りなともね、ゆいなとりなと一緒に初日を出れたことがすごく嬉しくてよかったです。じゃあね、めっちゃかっこよかった、ありがとう。なんか選挙ポスターみたいになって全然全然嬉しかったですね。結構私の急遽だったからいないかなと思ったけど、いてくれてよかったなって思います。じゃあね、センターだったね、すごい、ありがとう。刀剣取れなかったのは悔やんでますよ。全然全然、スクランブルでセンターとかびっくり、いや全然ありがとうございます。
クランブルで初日でセンターを HKT で始めた。ありがとうございます。本出しどんくらいやれればいいんだろうかよ。誰か、あ、でもかす汁ってほぼ味噌汁なもん、味噌汁みたいなもんじゃん。だから味噌汁のこの4人分のやつを1人前に換算して、換算っていうか1人前に変えてやってみるわ。味噌汁なもんだから、味噌汁じゃんほぼ。だから本出し水 600ml、 カップ3杯分、カップ3杯分なんかい、これは分からんけど、4人分で小さじ山盛り1だから、ほんのちょっとでいいのかな、分からん。かす汁に洗濯ネットの、かす汁、かすがあったから、そう、かすが家にあって、かす汁作りたいねみたいな、お母さん今日かす汁にするからって言ったんだけど、なんか料理配信でかす汁がやりたいなって思って、その時にほらこのかす、酒かすがあるから、これを使いたいなって思った。これ使う。なんかそういうかす汁というか、なんかお味噌汁とかそういうの大好きなんですよね、私。だから。でも暑いのさ、苦手なんだよね。猫舌だからさ、ちょっとさ、こう食べようとしてもさ、暑くてできないんだけど。待って、本当にどうすればいい。今ね、 iPad があるんだけど、 iPad で調べてんのね。調べてやるんだけど、全然わかんなすぎてやばい、本当に。とりあえずこれの通りにしたいと思います。これはこっくりかす汁基本編ってやつを見たんだけど、クックパッドのやつみたいです。そうだ、27の制服の目あります。初めてうららちゃんとカレンネと藤子こと出ます。イエーイ、楽しみ。沸騰してきたからちょっと入れてみる。小さじ山盛り1だから、4人前で、だからまあ人差し、ひとつまみくれじゃね。でも4人前じゃないよ絶対これ、もっと多いはずなんよ。だって2人分で作ってないもん別に。だから3つまみぐらい入れてみる。わからん、もっと入れんのかな、少なくない。だってさ、だってそうだよ、だって4人前で作ってるわけじゃないし、2人前で作ってるわけじゃなくて、何倍でも食べれるようにしてるから。あ、でもめっちゃいい匂いする、いい匂い、いい匂い、出汁のいい匂いがするよ。分からん、味見はしたくないの、熱くて。待て、ちょっと換気扇つけるんでうるさいかもしれません。うるさいかな、弱にしといた方がいいかな。あ、でもいい匂い、いい匂い、いいと思う、いいと思う、結構よ、いい感じにできた。もうちょっと入れとく。まあ、いっぱい入れててもそんな別に悪いことはないから、いっぱい入れてみる。そんな悪いことはねないから。まあ、薄かったらまた本出しを入れればいいだけで、これを元、これだから。 OK、 入れたら大根と人参を入れます。で、私のところはと白菜も入れちゃいます。もちょっとよくわからないけど、全部入れちゃう。ちょっとこの中にも入っちゃってんだよね。多分母さんが多分これ順番に入れろってことだから。こんな感じで野菜、この白菜、大根、人参がこの中に入ってるんですよね。これは全部ぶち込んでいきたいと思います。
いきます、ぶち込みます、いきます。わー、よっしゃー、ぶち込みます。全部白菜はしなしなになっていいけど、もう全部こう自分で切ったんで、これ全部ほら大根と人参もわっさーって入れちゃいます。こんにゃくは今日お母さんが家で切っててくれたみたいなので、そう白菜入れるらしいです。私多分余ってるからかな、余ったものを入れないとね、フードロス、フードロス、フードロスですから入れていきます。大根とか人参は薄めに切らないといけないらしいです、火が通りにくいから。そう、鮭も入れる、鮭も入れるんだけど、とりあえず野菜から入れるって書いてるこのクックパッドには。菜箸でやっていくよ、中火ぐらいで押していくよ。多分ね、白菜がしなしなになってきたらもうちょっと山、この山盛り具合が良くなると思うんだけど、で一旦ちょっとこれで煮込むみたいです。しばらく煮込む時ってこれいるのかな、一応まあ煮込むってで、この蓋もあったから多分そういうことだよね、意味は。一旦煮込むそうです。でそしたらこんにゃく入れて味噌を味を見ながら入れていく。薄めの味がついたら先かすを溶かしながら入れる。薄めにね、薄めに。オッケーオッケーオッケー、いいとこの子、いいとこの子、いいとこの子ちょっと待ってね、政府のメッセージに決めて、そう決まったよ。ちょっとうまくいくかは分かりませんが、どうなることやら。すごく私はお腹が空いているので早く食べたい。ところで話は戻るけど、いきなりジャンヌセンターって抜てきさぐれまくり、全然少女たちよ、今こそ立ち上がる日がやってきた、夢がある不況者だと。先週6万円消え、ラスト制服の目かな、読んでくれてるし、よりえっていうマジで、そうです、ラスト制服の目です。ラストなんで皆さん応募してみてください。私の制服の目見るのはラストですね、もう多分。ハトウクの難しそう、ハトウクはね本当に難しくて、ギリギリまで歌う、ギリギリまでやってたんだけど、結局倒れちゃったの、倒れちゃってて後ろ見たらマジかーと思ったけど、まあいいや。誰かが名前を呼んだ世界のどこか、かすかな声で私のことを今ずっと信じて待ってた、運命の時、かすかな声で私のこと、あ、なんだっけ、忘れちゃった、ルル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 ル
こんばんは。15分も経過した。もうん、私にはどんくらい煮込めばいいか全然わからないんですけど、いや全然綺麗じゃないよ今ね。化粧で隠してるからなんだけど、めっちゃブツブツだらけな。早く直したいなとか思ってる。ワッディさん、ハートリッパーありがとうございます。あゆきんキスでいきなり初日スクラムだな。いや泣きました泣きました、号泣でした、号泣でしたよ。私はもう本当にめっちゃ号泣してた、裏ではね。本番は号泣してないけど、リハの時からずっと泣いてました。お、結構煮込んできた煮込んできた。いいよいいよ。ちょっと開けて箸でぶっ刺します。結構パンパン。結構パンパンなんだけど、やばいぞ。大丈夫そう、これパンパンですけど、こんにゃく入る隙ないんですけど、鮭も入れる隙ないんですけど、どうすればいいですか。やばいです。結構水多く入れすぎちゃったかな。もうこんなもんでしょ。弱火で。ねえ怖い、めっちゃ飛び散ってきた。どのくらいがベストなんか全然わからないんですけど、しかもさ野菜たっぷりすぎて入らないんだけど。押せ、押し込め。でもね、結構でもね熱取ったよね。白菜もしなしなだし、一応弱火でやってるので、一応弱火でやってます。まだ人参がちょっと硬いかも。 OKOK、 もうちょっとお待ちください。ここにこんにゃくだよね。こんにゃくは半分ぐらいでお母さんがいる。こんにゃく、こんにゃくは多分、あ、じゃあ今の状況を見せますね。じゃじゃーん、こんな感じ。もうパンパンなんよ野菜だけで。やばくないですか。でも結構しなしなになってきた。あと人参がちょっとここ硬いので、もうちょっとかなって感じですね。あ、そろそろ入れようかな。これはこんにゃくは半分ぐらいって言ってたんで、半分ぐらいを入れていきます。もう手で入れちゃいます。こんにゃくを入れていくよ。こんにゃく私大好きなんだよね、わかる。こんにゃく本当に大好きなんですよ私。同じ人いますか。卵も入れない。卵入れんの、やっぱ違うんだ家庭によって。卵入れない。こんにゃく私大好き。おでんでもずっとこんにゃく食べてるもん、三角の。あ、半分ぐらいちょっといいけど全然足りないんだけど、見た目的に。
半分ぐらい切ってたんで、まあ、こんくらいにしていきましょうか。お母さんの言う通りにね。こんにゃく好きね、こんにゃく好き。そしたら、お味噌準備して、お味噌と鮭もお母さんが切ってくれてるので、鮭は最後ですね、鮭は最後です。鮭は最後なので、お肉、このお味噌、これ私のお味噌はこれを使ってますので、皆さんお揃いにしましょう。カス汁ってなんだと思って調べたら近畿発祥、そうなの、近畿発祥なんだこれ、全然知らないわ。よく食べてたからさ、近畿発祥なんだね。で、こんにゃくも入って、人参とかもだいぶ柔らかくなってきていい感じなので、お味噌を、味を見ながら入れていくだそうです。これは今ちょっと洗えてないんで、このスプーンでちょっとすくって、これを箸でこう溶きながらやっていきます。ちょっと待ってね、一旦上の方にやってこう。どんな感じなんだろう、薄味って言ってもこれが薄味なのかがちょっとよくわからないな。これ隠し味だから、まあ、そんな入れなくてもいいんだろうけど、まあ、もうちょっとだけ入れてみます。そう、うさぎ T シャツなんだけど、うさぎ T シャツさ、レッスンとかでさ自分の顔を着るのもさちょっと恥ずかしいしさ、かといってさ普段から着るのもあれだから、こういう配信とかでしか着ないんだよね、着る道がないの。結構カス汁を豚汁だと思ってたみたいな人多いみたいですね。やっぱりそんな食べる習慣があんまない。あ、でも結構いい感じに色がついてきたんで、ちょっと味見します。熱いけど、あっちゃう、もうちょっと、じゃあちょっと野菜の味が多い、野菜の味が多いからもうちょっとだけ入れます。ちょっとほぼ味噌汁に近いかなぐらいの味がいいかなと思って、カス汁の本来の味が私はあんまりわからないんですけど、覚えてない、そんなめったに食べないのか。まあ、こんくらい薄味ですから、足りなかったらねまた入れればいいですからね。そしたらですね、最後にカス汁を溶かしながら入れる、カス汁じゃない、酒カスを溶かしながら入れるということなんで、酒カスはだいたい150から 200g ぐらい必要らしいんですけど、私たちの家にははかりというものがないんで、それっぽく大体で私たち生きてますから、大体でちょっと入れようかなって
思いますけど、どんくらいなんでしょうか。一体こうやってサングに切ったんで絞りながらスプーンに、あ、思い出した思い出した、こんな感じだったわ、こんな感じです。多分ね、だいぶ入れるんだよね、これ一旦こんくらいね、いきます。溶かしながらね、ここで溶かしながら、スプーンの上で溶かしながら、こう溶かしながらね、集中しちゃうと無言になっちゃう癖があるので、本当に申し訳ないですね。あ、でもこれで結構色つくんだね、酒粕で結構色がついてます。はい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 、はい、これを何回も繰り返していくということですね。わかりました、やっていきましょう。100から 150g、 あ、150から 200g ということなのでね、だいぶ入れるっぽいです。待ってくださいね。こちらがまず、ほぼ入れますね、多分これ。絶対これお玉の方が早かった、洗っとけばよかった、暇な時間に。美味しそうなんだけど、ハセチロは栄養価が高いんだ。そうなんだ、いや最高じゃん。やっぱ最近ね、またあのコロナとかインフルとかが、ね、流行りだしてきているのでね、またそれに備えてやっぱり栄養を整えて頑張っていかないとなって感じですので、頑張りましょう皆さん一緒に。あ、結構白いね、うんうんうん、結構白くなるよこれだけで。だいぶどんくらいなんだろう、どんくらいにすればいいのか分かりません私には。でもね、まだね、まだだと思う、まだ味見するには早い、まだ味見するには早いので、もうちょっとだけ入れる。だってまだ全然白くないの、全然見た目が美味しそうじゃない、見た目が。一旦あとこんくらい入れたら様子見で味見してみます。豆腐は筋肉疲労によく、え、豆腐筋肉疲労によく効くんだ。お父さんとかずっと食べてるんだけど豆腐。いい感じのお色になってきましたので、一旦味見してみていい？今から味見してみるね。色味的にはちょっとあっついな、ちょっと待って、色味的にはこんな感じの白っぽいんですけど、これがかす汁らしいので
ちょっと熱いんですけど、やばい、めっちゃ美味しい、いい感じな気がする。すごくだいぶだいぶいい感じ。もう入れなくていい気がする。待って、一旦ストップ、一旦ストップして、一旦美味しいから、美味しいから鮭一旦入れてみる。鮭を一旦、今ずっと弱火で温めてるんですけど、鮭を一旦これを入れるらしいです。全部入れるのかな、これ多分切ってくれてるってことは、まあ、全部ですよね。残してても使う道はないので、まあ全部入れていきましょう。結構贅沢ですね、鮭がいっぱいこうあるの。ざく切りですけど、贅沢な鮭でございますけど、鮭が入ることで一気に色が鮮やかになりました。はい、なんか森岡さん味な感じかな、どうなんだろう。鮭が入ることでなんかよりコクが生まれるそうです。結構いい感じな気がするんだけど、どうなんだろう、わかんないよ。待って、他に何か入れるもんなかったっけ。ないですね、多分。待って、どんな感じがいいんだろう。どれが正解、何が正解。何が正解も。お揚げはね、入れない。本当は入れるらしいんだね。待って、見せるね、今の状況。こんな感じ。え、美味しそうじゃない。普通にカスがあって、で、これ鮭ね、今鮭入れたからこんな色なんだけど、後からこう大丈夫になるらしいんだけど、美味しそうだよね。でもさ、薄いのかな、もしかしたら。美味しそうだよね、普通に。美味しそうなことは美味しそうなんだけど、待って、もう一回味見してみるね。よくわかんなくなっちゃった。あ、待って、やばい、味見します、もう一回。もうちょっと味噌入れてみる。もうちょい味噌入れて、もうちょいカス入れて、もうちょっと味が濃い方が私は好きな気がした。好きな気がしたよ。もうちょっと味が濃い方が、まあ、料理はね、科学ですから。私個人的に味が濃い方がちょっと好きな気がしたので、もうちょっと。だからもうちょっと味噌入れて、もうちょいカス入れたらいい感じになりなくなりそうな気がする。一旦こう味噌入れて、溶かしてる間に、飲み的にそんな感じもしたね。なんかちょっともうちょっと味噌入れた方がいいなって感じしたよね。なんかどれが正解なのか私には見本も何もないですからわからないんですけど、もうちょっとカスも入れちゃおうみたいな感じが私の心の中が言ってましたね。私の脳内が騒いでました。もうちょっとかすった方がいいんじゃないみたいな。味噌大さじ2杯程度だよね。大さじ2杯程度入れてないわ、まだ。どんくらいなんだろう。味噌は隠し味程度だから、そんな入れなくていいはずなの。だからかす酒かす、あ、やば、めっちゃ止めちゃった。酒かすを入れたらいいと思うんだ。それか本だしを入れるか、その3つしかないんだよ、もう選択肢は。これで私のまた脳内のレシピが増えた。また酒粕が作れるようになった。最高。
え、でも普通にいい感じな感じもする、いい感じな感じがするから、本出しをもうちょっとパラ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 って入れたらもう完成じゃない？完璧、料理できるやん自分。待って、いい感じかもしれん普通に。めっちゃ、あとは鮭がもうちょっとちゃんと煮込むのを待って、じゃあもう一回味見します。いい感じ、鮭の脂が出てきていい感じですよ。めちゃくちゃ皆さん、この脂のところをちょっといただきましょう。鮭の脂が出てきてすごくいい感じです。もう一回味見します。うまい、うまいよみんな、うまい。普通に完成じゃないですか、完成。鮭もだいぶ煮詰まっても食べれそうな感じがするけど、どうなんだろう。ちょっと綺麗にして、いい感じじゃね普通に。どうなんだろう、普通に野菜も結構煮込んでいい感じだし、分からん、分かりません。ちょっと待って、一旦お玉洗わして、お玉洗わないと何も始まらないの、入れられないのお皿に。悲しいことにお玉洗わしてください。ここにいますからね、ちゃんと私は。お玉を洗います。すいません、最初から洗っておけばよかったんだけど、ね、最初からお玉でやればよかったんだけど、もうお玉が入る隙はないという感じですね。オッケーオッケー、いい感じです、とてもいい感じになっております。一旦この入れ物に入れてみましょう。で食べてみて、ちょっとこれはもうちょっと味こうした方がいいなとか思ったらやるわ。入れます。鮭も食べちゃいましょう、鮭も一つねいただいちゃいましょう。人参もちゃんと食べてね。一旦火を止めます。こんな感じにして、かす汁にちょっと七味を入れたいなと思いまして、私七味大好きなんですけど、一味でした、一味大好きなんですけど、こういうお味噌とか何でも入れちゃうんですよ、辛いの大好きなの。はい、ということでですね、ちょっと見てて、見てくださいね。じゃじゃーん、こんな感じ、どう？結構良くない？結構良くないですか？じゃじゃーん、こんな感じで人参もあるし、鮭もあるし、白菜、大根も入ってて、カスも入ってて、七味もかかってます。すごい、私は1時間で、1時間以内で作ることができたぞ。じゃあ普通にいただきたいと思います。ちょっと待ってね、熱いな、器が熱いの苦手なんだけど、普通に熱いの苦手なんですけど食べたいと思います。いただきます。熱くて、
味が分かんない。どうなんだろう。美味しいのかな、わかんないんだけど。美味しいかどうかすごくわけがわからないです。一旦お水飲みます。お水飲んでちょっと舌をリセットしましょう。はい、こちら天然水ということで、一旦お水飲みましょう。ちょっとベロがヒリヒリして、うわー、お水が私の顔にこぼれた。多分これベロやけどしましたね。普通にリンカママ、リンカママいないです、お仕事です。うー、水飲みます。はい、一旦リセットして食べます。もう一回本当に何が正解なのかわけわかんないんだけど、普通に美味しい、美味しい、普通に美味しいんだけど、でも味が濃いのかちょっとよく分かんない。どうなんだろう、味薄いのかな、分かんないけど、皆さんのお待ちかねの鮭も入ってますので、いただきます。鮭いただきます。鮭も美味しいよ。私の大好きなこんにゃく、こんにゃくをいただきたいと思います。こんにゃくは普通のこんにゃくの味で、野菜にこの味が染み込んでんのかな、わかんないけど、待って、やばい、めっちゃ汚いとこ見せちゃった。食べれなかったんだけど、うまく。すいません。口から出しちゃった、一回食べれなかった、つるんって滑っちゃって、すいません、本当に申し訳ないわ。でもどうなんだろう、本当に分かんない。ちょっと待って、全然分かんない、これが正解なのか。
美味しいけど食べれるけど、なんこれが正解なのか分かんない。帰ってきたらお母さんにうっすって言われそう。でも普通にこれ美味しいからバクバク食べれるんだけど、ダイエットの時とかにおすすめ。本当に最近ダイエットしなくてやばいんですけど、今日ずっとお菓子食べちゃっててやばいんですよね。どうなんだろう、美味しいのかなこれは。食べ物の名前はカス汁。これが晩ご飯になる、食べ晩ご飯になる。おいしい。まあお母さんが何か言われたとしたら、まあ自分で足してくださいって。私はこれで満足でしたので、まあ自分の中では最高なものを作り上げれたかなって思います。酒粕も結構使ったんよ。鍋がさちっちゃめだからさ、ちょっとこれ入れちゃおう。そう、鍋がちっちゃめだからさ、豚汁は作れるんよ。豚汁はお父さんとずっとね、昔にねずっと作ってたの。豚汁は作れるんだけど、すいません、この家には輪ゴムというものがないんでございますので、このまま入れさせていただきます。そう、豚汁は作れるんだけど、完食いたしました。美味しいですね、普通にすごく、ものすごく。これは配信終わっても永遠に食べ続けるパターンですね。あったまりますね、熱くなっちゃったよ。到着。最初はどうなることからやったと思いましたが、1時間以内に終わっちゃってすごくいい、良かったです。ちょうどこう食べてる間に冷めてきたりしていい感じになったので、後からお母さんの評価してて教えます。ツイッターかメール、ツイッターは9時までしか送れないから、9時までに帰ってきたらなんだけど、メールとか。コーアンさんありがとうございます。4位パンプキさん、パンプキンさんありがとうございます。3位マーボーミョンさんありがとうございます。2位ソースさんありがとうございます。1位アリさんありがとうございます。そう、みんなもカス汁作ろう。カス汁みんなも作ろうね、カス汁。そう、またいつか違う料理も作りたいなって思うから。じゃあありがとう。
とう、かさ汁美味しかったよ。かさ汁美味しかった。バイバイ、ありがとうね、見に来てくれてありがとうございます。バイバイ。バイバイ。